ちょっとね、シーズン4リローデッドではなく、シーズン4のステルスアップデートにはなってしまうんですが、今、緊急で動画の方回してません。どうも、亀井ゆきです。ということで、今回もですね、コールオブデューティモダンオフェア2 DMs の動画やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、どのベストが一番強いのかっていうのがね、僕の中で決定いたしましたので、どのベストが強いか、そしてそのベストが強い理由を皆さんにお届けしていきたいと思います。ちょっとでも参考になれば、チャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter のフォローよろしくお願いいたします。特に最後の。ということで、早速ゲーム画面やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでゲーム画面やってまいりました。ちょっとね、なんかすんげえ物騒なものを構えてますけれども、そしてね、画面にも出てて、マジ察しがいい方はもう気づいてるかもしれません。でね、一応その、一番強いと僕が今回、シーズン4リロードと思っているベストが、まあね、右下に表示されている、これね、ちょっとアイコンで分かりづらいかなと思うので、アーマーね、拾ってね、出していきたいと思います。おー、出てきた。2プレートコムベスト。まあ、もしくは3プレートのコムベストですね。コムベストが個人的に一番強いんじゃないかなと思ってます。その理由とね、そしてね、使ってみてどれぐらい強いかを見せていければなと思います。早速やっていきましょう。まあ、コムベスト、なんで強いかっていうのをね、ちょっとね、ご紹介していきたいと思います。3つね、種類あって、で、ステルスベスト、そしてね、メディックベスト、このコムベスト。そして、あとまあ、もう一つ、ちょっと特別枠なんだけど、強化アーマープレートっていうね、強化プレートベストがありますけども、まあ、それもね、含めても、結構コムベスト一番じゃないかなって今僕は思ってます。ただ、まあね、強化プレートに関してはほんとどっこいどっこいぐらい。なんで、時と場合で、このコムベストとね、強化プレートベストを使い分けるのが一番いいかなっていう感じですね。敵のスクワ確認した。今聞こえたかなと思いますけど、近く100メートル以内にプレイヤーがいるとですね、気をつけろと言われて、近くに敵プレイヤー、もしくはね、敵の分隊がいるよっていう風に、大体の人数と、そして近くにいることを教えてくれるんですね。はい、いましたね、しっかりと。で、こういうのがあるので、まずですね、そこが一つ強いところ。なので、まあ、敵との接敵を事前に察知した上でね、戦闘ができるっていうところが、まず大きく強いところではあります。まあ、これはね、今まで通り強かった点なんですが、さらにね、アップデートもう一つ強くなった点があるんで、今回ね、1位にランクインしてます。ちょっとね、シーズン4リローデッドではなく、シーズン4のステルスアップデートにはなってしまうんですが、こういったようにですね、ちょっとごめんなさい。メディックベストとコムベストしか用意できなかったんですが、こういった風にですね、2プレートにも効果が発動するプレートベストが追加されました。あと、プラスね、ここに、まあ、ステルスベストを僕がね、編集で付け加えときます。こういう風に、はい。っていう感じで、まあ、こういった感じでですね、メディックベスト、コンベスト、そしてステルスベストがすべて2プレートアーマーでも効果発動できるようになってました。これシーズン4のアップデートなんで知ってた方もいるかなと思いますけど、一応ね、パッチノートに何も書いてなかったので、一応ね、お伝えだけしておきます。じゃあそんな中で、なんでメディックベスト、そして、ね、ステルスベストではなく、今装備しているコムベストなのかをご紹介していきたいと思います。でね、たまにショップにある、このね、アドバンス UAV っていうのが今回の肝なんですよね。早速買っていって、今ね、装備欄の中に3つあるんですけれども、これを起動していくと、今までだとね、はい、起動してみます。起動して、マップ見ると、わかると思うんですけど、今までは、全員が、こういう風に、プレイヤーのようなアイコンで表示されてました。リアルタイムで表示されるんですが、丸と、このね、マークが全く一緒で、プレイヤーも NPC も違いが全くわからなかったんですよね。なんですけれども、今回は、はい、NPC であるマークの象徴、このね、ひし形のマークに変更されました。これによってですね、敵プレイヤーと、そして NPC の見分け方が、もう本当に簡単につくようになりました。マジでこれめちゃくちゃいいアップデートだし、そしてね、何よりもアドバンス UAV、シーズン4リローデッドからは、アドバンス UAV めちゃくちゃ警戒しなきゃいけません。マジでね、はい、こういう風に今位置分かってますけど、100% に位置がバレてると言っても過言ではない状況になってます。さあ、ロケランぶっぱしていく。当てて割っていく。さあ、割って、さらに。ギリギリ当たらなかった。さあ、目の前にいる。さあ、一人倒した。オッケー、巻いて。さあ、二人いるぞ。目の前に二人いますね。しかもね、効果時間長くなるんですよ、コンベストって。この時間ですからね、マジでやばい。爆弾置いて、さらに、アドバンス UAV、オンライン。いや、マジでバグってる、これ、本当に。現在進行形、リアルタイム見れるのが強すぎる。目の前に 100% います。いや、ガチ強いな、これ。本当にいい修正っていうか、強すぎる修正。さあ、一人割った。これ、倒せず、一回リロード。さあ、爆弾置いて、ぐるっと回っていきます。うわー、マジかー。うわー、それでも KV ブローサイドには負けてしまうのか。いやー、ちょっとね、もう一回コンベストつけてやっていきたいと思います。
いや、KV 強いね。これもね、また動画にしていきたいと思います。ガチでね、ほんとぶっ壊れなんで。やっと見つけましたよ、このベスト。じゃあね、こいつ使って、早速ね、アドバンス UAV 発動していきたいと思います。いますね。じゃあ、アドバンス UAV オンライン。さあ、しっかりとね、NPC の中にいるプレイヤーが確認できましたね。じゃあ、早速やっていきましょう。なんか一人出てるんだよな。ちょっとはみ出てる。顔出してるかもしれん。出てきましたね。さあ、こいつからやっていく。さあ、まだまだ。さあ、ここから入っていくか。さあ、2段。最後。この目の前いるぞ。さあ、回復入れて。もう目の前見えてるんですよね、正直。さあ、ここから。位置は分かっている 100%。多分これトイレにいるな。さあ、後ろになんかやってんな。グレネードっぽい。さあ、残念。発動おいじゃいやー、ラスキル取らせてくれよ。残念。ということで、3人ともね、倒していきました。いや、結構強いね、やっぱりね。位置が永遠に分かるってのはほんと強いですね。いや、まずはね、ワンパーティー壊滅させていきましたね。結構いい感じですね。でね、やっぱりね、修正で、本当に使いやすくなりました、このベスト。なんで、レベル2でも、正直、普通のレベル3アーマーと、交換してもいいぐらいですね。なんか2個目出たしね。鬼湯にしますか、一応。ただね、なんか僕、コンパウンド V 使ってんだけど、気づかれてないんですよね、1。行きましょうか。アドバンス UAV オンライン。じゃあやっていこう、1人目。まずは1人目はカット。さあ、エアストライク2つ買って、位置分かってるんで、ここに近接航空支援を組んでいく。さあ、さらに、チャージジャンプを使って、ぴょーん！さあ、来ましたよ。どこだ？行って！どこ行った？相手出た。さあ、ここから。うん、残念。いいか、逃げるー。いや、コンパウンドビーでも強いな。さあ、燃料切れだが、さらに、これ、効果発動で、コムベストですね。なんと、普通の UAV もアドバンス UAV にしてくれます。発動。はい、オッケー。引き続き UAV が発動していきます。マジでこれ強すぎる。さあ、多分上にいるんで、これ呼んでいきます。さあ、一人は下に降りてるの見えますね。さあ、もう一人も下降りたっぽいぞ、これ。さあ、二人とも下降りたな。あ、OKOKOK。ダウン入ってたっぽい。まずはキル入れました。あともう一人。近いな、隣か？こん中いそう。開けますね。オッケー、終わったが？逆に逃げられていく。お、ジャンプして逃げてった。彼も能力者だった。能力あれっすね。ジャンプでしたね。脱出してるね。これは完璧に逃げられましたね。まさかの味方を置いてくっていう。その選択肢取るとは思わなかった。ということで、まあ、実質全クリということで、まずですね、パーティー壊滅させていきました。まあ、見て、二つのね、戦闘見ていただければわかる通りですね、コンベストはとんでもねえぐらい強いです。なのでね、皆さん、マジで、見つけたら、本当に、俺はね、レベル3アーマー、普通のよりかは、レベル2アーマーのコムベストの方が、ちょっとね、おすすめじゃないかなって僕は思ってます。なのでね、皆さん結構優先順位、コムベストを高めでね、プレイしていただいて全く問題ないかなと思います。とにかくね、FPS は1、そしてね、情報っていうのはすごく重要なので、マジでね、コムベスト使っていくことをお勧めします。最後にね、ちょっと、一応ね、コムベスト UAV どんぐらい効果時間伸びるのかなっていうのもね、見せていきたいと思います。さあ、というわけで、アドバンス UAV を発動させていきます。まずはね、コムベストありでやっていきます。ということで、アドバンス UAV コムベストありだと、60秒間、敵の位置がリアルタイムに分かるというわけです。ガチぶっ壊れじゃねえか。今まで DMZ ね、マジでね、不甲斐ない結果でしたけれども、急に強くなってまいりました。じゃあ次はね、コンベスト脱いで発動してみたいと思います。47秒なんですけど、おそらくですね、15秒マイナスの45秒です。ということで、まあ、戦場の中の15秒ってめっちゃくちゃ
めっちゃくちゃ重要なんで、このね、強化は本当に強いものかなと思います。皆さんもね、気になったらコムベスト、見つけたらコムベストでよろしくお願いいたします。合言葉はコムベストで。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ということで今回はね、一番シーズン4のリローデッドの時点では強いベストね、コムベストとなりました。これね、もう多分賛否両論もないぐらい、僕はね、これ一択だと思ってます。強化プレートも強いんだけど、でもね、やっぱり事前に知れる、そのね、強さはね、もう唯一無二なので、皆さんもね、ぜひ使ってみてください。ただ、使いやすさはね、ステルスベストとかも僕は結構使ってるので、まあね、今名前が出なかったね、はい、ベストさんには頑張っていただきたいところです。ということで、ご視聴ありがとうございました。こうやって様々な FPS、タルコフ系 FPS の動画出していきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Thank you for watching! GG!